よろしいですか、はい、久しぶりのエミマンでーす。エミマンでーす。いい天気だね、はい、今日は、ヘルシードッグオーナーシップの田中正織先生にお越しいただきました。こんにちは。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、実は私ここで5月からお仕事させてもらってるんですけど、オーナーカズの影の声カズさんに教えていただいて初めて実は田中先生正織先生の存在を知りました。でちょっとドギステーションとかいろいろこの間もレクチャーに来ていただいて、ちょっとまだすいません、先生に対する知識がとてもとても浅いので、あえてここで先生ご自身の自己紹介をはい、お願いしたいと思います、はい、先生もともとあれだったんですね。バンドやられてたの。バンドマンですね。ですよね、はい、バンドマンって今のこの先生の地位、かっこたる地位がかっこたる、かっこたるはないけど、ね、そこってバンドマンかなみたいな、その転身のきっかけと、いきなりもう聞きたいことから聞いちゃってるんですよ、うん、の方がいいですよね。話すと4日ぐらいかかる。じゃあ5秒で。すいません5秒。もちろんバンドマンとしてそのバンドもやっていたし、ミュージシャンとして仕事もしていたし、うん、どっちかというとスタジオミュージシャンっていうのは、分類のもので、うん、請負いですよね、うんうんうん、請負いで演奏したりレコーディングしたりライブやったりとか、うんうんうん、っていうことを仕事に働くとレッスンプロで、ドラムの先生はもう20年近くやってた。あ、そうなん、はい、そこでも先生をやられていた。個人レッスンで、うん、なんかちょっとレクチャーする、はい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 、人に物を教えるっていう仕事はそこで僕は覚えた。なるほど。好きでやってた部分もあります。もちろんミュージシャンの場合は本当は演奏してお金欲しいですよ、うん、だけど、うん、食っていけないから教えるっていう方もやるわけですね、うん、あ、そっかそっかそっか、なるほど、はい、まあ、それも、はい、きっかけはその教えてくださいっていう人がやっぱいて、うん、それから始めてって、うん、したら、まあ、特に生徒募集することもなく、なんか一定量ずっと続いてたっていうような感じで、ずっと仕事の合間に、そう、現場の合間でスケジュールを埋めていくっていうような感じで、大体ミュージシャンはそういう感じですよ、教えるのって。専門学校の先生とかも現場の仕事が少ないと学校入るからね、そういうので、まあ、食いつなぐっていうのでやっていたんですけど、そうこうしてるうちに、まあ、犬も飼い始め、結婚して、で、まあ、子供の時からいたんですけど、犬が。一人暮らしずっと長かったので、その時はやっぱり犬飼えないし、で結婚してじゃあ犬飼うかってなった時に、うんうんうん、まあ、犬飼って、うん、でまあ、2頭目3頭目って出ていく中でいろいろコントロールが難しいとかってこともあるわけですよね、うんうん、でそういうのもあってこういうちょっと犬のちょっとトレーニングなりなんなりちょっと勉強しなきゃいけないななんてうっすら思っていたんですけど、まあ、そこまで自分のワンちゃんに対してまずそういうっとしつけしないといけないのかなみたいな、まあ、漠然としたそういうのがあったんです、はいはいはい、で、ある時にまあそれでうちの飼ってた犬が、うん、まあ、トラブルを起こして、はい、それでやっぱ訓練しなきゃいけないかって思って近所の訓練所の先生に最初に教えてもらったんですね、うん、トレーニングの仕方、はいはいはい、でそこでは先生にトレーニングをお願いするっていうのは我々がトレーニングできるように教えてくださいっていうふうに言って、うんうんうん、でその通りこうやってくれたっていうことなんですね、うんうん、でそれで面白いなと思ったんですよ、うんうん、でそれでまあ自分の犬とのためにだけにやってたんですけど、そこでやっぱ保護活動っていうのが入ってきた時に最初のその先生がトレーニングを教えてくださいって言ったワンちゃんは別に特に保護犬とかではなかったんですか。自分で飼ってる普通にお金を出して、そう、ね、うんうん、そうするとその、まあ、コントロールができるようになったり、うんうん、コミュニケーションが取れるようになったりすることも楽しいし、うんうんうん、そこで、まあ、なんか別の話で、まあ、そういう保護の話が入ってきた時に、はいはい、まあ、保護犬ってこういう現状なんだっていうことだってうっすら知ってたけど自分で保健所行ったりとか、うん、また保護団体ちょっとお手伝いするっていうような機会が増えて、うん、はい、でそこでまあトレーナーの資格は一応そこの時点で取ったんですけど、うん、仕事にするつもりは全くなく別に音楽で食っていけてたので、うん、かっこいいな、それは必要ないじゃないですか。それはかっこいい、食っていけてたんだって別にだからもう完全なボランティアで保護団体にの一応専任トレーナーになって、うん、保護犬たちのトレーニングをやるようになったんですね、はい、で、まあ、ボランティアさんもみんな困ってるし、うん、僕なんかもまあ経験はないけれど一応勉強はしたし、うんうん、それなりに実技もやったから一応少しはできるじゃないですか、うんうん、なんでまあそういうのでやり始めていって、うん、行っていくうちにどんどんハマっていくわけですけど、でまあやってたら今度相談が増えるんですよね。でそれに時間割く時間が増えるじゃないですか。そうなると仕事できなくなってくるから音楽の方も、そうそうそう、はいはい、それでなんか自然とそっちに変わってきちゃった。もう本当に流れていった、流れです、完全に流れです。でそれトレーナーとしてはまだその時点ではまあドッグトレーナーで、うん、でどんどんまあやっぱ保健所、まあ、保護団体いろいろ関わりが増えてきたりとかすると、いろいろ保護要請だいろいろ来るじゃないですか、うんうんうん、そう
扱いが難しいから田中さんちょっと見てくれないかとか、うんうん、保護してくれないかとかっていう話があって、じゃあまあ一頭でも少しでも救えればと思ってやり始めますよね、うん、そうやってね、うん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 、やっていくうちに、まあ、例えばやっぱり何らかの問題行動があって捨てられていたり、または捨てられたことによって問題行動が出たりしていて、うんうんうん、ちょっと扱いが難しい子もやっぱり中にはいるわけですよ、うんうん、そうなってくるとトレーニングトレーナーとしてのメソッド、うん、方法論だけでは、うん、ちょっとこれ直すのに限界があるなっていう悩みを実感した感じですか、はい、実感していく頭数を 見ていってそうですね、訓練とかじゃこれ治らないよっていう、もうトレーニングの枠を超えないとっていう、うん、そうですね、もう先生が実感した、そうです、うん、それでなんかねえのかなっていうふうにこう見ていくと、どうやらビヘイビアリストというものが世の中にはいるらしいっていうことに行き当たった。それは先生が例えば書物を漁ったりとかネットで見たりとか、そうですね、そうこう情報を自分で得ていく上で、そうです、おたどり着いたというか、そうですね、まあ、どっちかというと臨床の方に寄っていくっていうようなスタンスの人が、まあ、いるんだっていうのが分かって、ただその時点では僕はその日本で資格取るっていう団体を見つけられなかったので、はい、自分で一生懸命その動物行動学だって心理学の本を読んで、うんうんうん、自分なりに独学でビヘイビアリストとして振る舞っていたわけですよ、うん、なるほど、資格があれば取るつもりだったんですね、うん、だけど日本にはそういった見つけられなかった僕はで、たまたま見つけちゃったんですよ、あるじゃんって話になったんですね、うん、1個あったんですよ、はい、大阪に今でもあるんですけど、はい、あの僕が資格取ったところが、はい、でそこであるじゃんと思ったら、もう名刺に書いちゃってるからビヘイビアリストここ取らなきゃいかんと思ってすぐに申し込んで、はいはい、で取りました資格は。それでビヘイビアリストとして活動するように、はい、堂々と、はい、ちゃんと認定ビヘイビアリストとしてやると。で今はもう毒ビヘイビアリストって多分資格持ってない人もいっぱいいるので、うん、あのそういうんじゃないんですってことですね、うん、ちゃんと叱るべき認定を受けて、うん、ビヘイビアリストとしての認定を持っていますっていう立場で、はいはいはい、今はお仕事させていただいてるっていう感じですかね。なので簡単な質問なんです。はい、あの毒ビヘイバリスト、ビヘイビアリスト、ビヘイビアリスト、はい、言えないんですよ。ビヘイビアです。ビヘイビアリスト。ビヘイビアリスト。あの毒ビヘイブっていうのはどういうことなんですか、ね。犬の振る舞いっていうことですね。振る舞い。ビヘイビアだからその行動とか振る舞いのことを言います。うん、横須賀仕込みの英語でございます。米語ってやつですね。米語です。ビヘイビア。ビヘイビア。振る舞い。行動とか振る舞いのことをビヘイビ 犬の場合は振る舞いみたいな感じの方が、ね、そうですね、振る舞いっていうニュアンスの方が、なるほど、犬の振る舞いを何とかする人っていうのはもうトレーナーになっちゃうんですもんね。まあそうじゃないですかね、一応その例えばバイオリン弾く人バイオリニスト、はいはいはい、ギター弾く人ギタリスト、うんうんうん、でビヘイビアリストって言葉おかしいんですよこれ、うん、行動する人、まあ、そういやみんなしてますからね、みんなしてるからそんなみんなビヘイビアリスト、はい、そうじゃないんです、うん、これはビヘイビアリズムという心理学がありまして、はい、これを信奉する人のことをビヘイビアリストというふうに言います。なるほど、そうなのでそのビヘイビアリズムに基づいているということが大前提になってなるほど、あそういうことか。でも日本に本当に馴染みのない言葉ですよね、ビヘイブっていう言葉自体がないですよね、うん、僕も最初ろれつが回らない、ビヘイビアリスト先生も言えなかったんだって、だからみんな最初言えなくていいよ、俺も言えない、今はもう言えない、ビヘイビアリスト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 、ジョナさんも言えてるかなまあでも僕も今育成もしてね、ビヘイビアリストコースの人も若干増えてきてやってくださるけれど、まあ、やるなるのはちょっと多分大変なんですよね、うんうん、だけど自分の場合も先に歌っちゃってたから、うん、もう、うんうんうん、人参がね、人参をぶら下げてるのも先にもう食べちゃって責任取ってやらなきゃいけないってのがあったんで一生懸命やりましたけど、なるほど、まあそのビヘビアリズムっていうのがあるということがまず前提になっていて、はい、それをまあ主に使っている人、うん、まあ、その心理学の方法論を使って、うん、あの行動を変える人、うん、行動変容をするっていうのがまあ一応正しい方なんですけど、うん、犬の持っているその行動を変えていくっていうことをするっていうのがドッグビヘイビアリストで、ビヘイビアリストというと人間も入ります。あ、うん、はい、なるほどなるほど、全体としては人間も入りますので、はいはいはい、動物もそうだし、うん、例えばアニマルビヘイビアリストっていう人もいれば、はいはいはい、ビヘイビアリストといったたたたプロファイリングもそれです、そっからですよ、ちょっと違うけど、うん、一部その要素も入る、要素も入る、あ、なるほど、なので、まあ、そこら辺はビヘイビアリストといえば、まあ、人間も含まれる、僕の場合犬に特化した、特化した、はい、ビヘイビアリスト、そうですね、ビヘイビアリズムを使うということで、はい、ビヘイビアリストということになります、はい、なるほど、知らない人多いですよね、多いと思いますね、ただアメリカとかイギリスとか行けば、うん、ビヘビアリストって言えば分かります、一発で分かります、はい、分かります。日本語で言ったら何て言うんですかね、
行動療法士まあ一番近いのは多分それだと思います。そうですよね、行動療法士。行動療法士、まあ、人間の資格だとあると思うんですけど、うん、行動療法士ってあるけど、はいはい、心理療法士、行動療法士っていうのがちょっと臨床の場合はそうなる、うん、けど研究者の側面もあるので、あ、そっか、ビヘイビアリズムっていうのを進行している、うん、科学者なり研究者のことをビヘイビアリストと言いますから、うん、なのでそういう意味では研究職の人もいるわけですよ、うんうんうん、医者と医学博士の違い、医学博士は研究ですけど、はい、臨床するのは医者です、ね、そうですよね、臨床っていうのはその現場で、そのでってこと、そう、あの対象の、まあ、患者さんなりが い,、うん、いて、 そこでこうアプローチしていって治して臨床になるんですよね。なるほど。一応元の本来はビヘイビアリストってのは科学者なので、うん、あの学者さんのことを、そうなの、はい、なるほどなるほど、そう、あ、じゃあちょっと行動療法士だとちょっとそれちゃうという、臨床の方によって、でも実際はもう臨床の方に寄ってるわけで、うん、そうするとまあそうおっしゃる通りということになるかなっていう、なるほど、で一応その行動主義心理学ないし今の言うところの行動分析学っていうところの専門家というところじゃないでしょうかね、うんうん、イメージとして持ってもらうと、これ結構知らない人多いので、うん、このいい紹介になりますよね、見ていただいて、あ、そういうのもいるっていう、はい、じゃあハッシュタグドギステいいですかね、まあ、もちろん、はい、ありがとうございます、いただきました、ハッシュタグドギステ、まあ、トレーナーのメソッドを作ってるのはみんなビヘビアリストです。なるほどなるほど、そうか、そういうことか、そうです、はい、